皆さんこんばんこばは大変お忙しい中、西脇市議会の議場開放講演会にご参加いただき、誠にありがとうございます。まもなく開会となります。恐れ入りますが、携帯電話をマナーモードに設定いただきますようお願い申し上げます。 皆様大変お待たせいたしましたただいまから西脇市議会の議場を開放しての講演会を開催させていただきます私本日の司会を務めさせていただきます市議会の東野ですどうぞよろしくお願いします開会,会にあたり西脇市民憲章を朗唱いたします恐れ入りますがご起立をお願いいたします それでは私の後に続いてご昭和のほどよろしくお願いします。私たち西脇市民は,市民は一つ明朗で誠実な人になりましょう。一つ,一つ健康で明るい家庭を作りましょう。一つ支え合い住みよい町を作りましょう。 一つ、自然を愛し、豊かな心を育てましょう。一つ,ょう一つ、青少年の夢と希望を育てましょう。ょうありがとうございました。ご着席ください。<laughs> それでは、ここで。 西脇市議会議長の林春信が開会の挨拶を申し上げます。え皆さんこんばんは。んんはえー、平日の夜という大変あのお出にくい時間にもかかわりませず。 各も多数のご参考をたまりまして、本当にありがとうございます。今回で第11回目になりました、議場開放講演会でございますが、この議場開放講演会と申しますのは、そもそもは西脇市議会をもっと身近に感じていただこう、中でもこの本会議場ですね、本会議場に、まあ、市民の皆さんがやってくる一つのきっかけ作りになればよいなと。 思いまして始めたものでございますで今回は西脇工業陸上競技部の監督の足立光栄監督に講演をいただくことになりましたあの我々の西脇市議会には全国からいろんな方々まあほとんどが銀さんなんですが視察に来られますでその来られた方々がですね、えー、口々に申されるのは西脇市といえば 駅伝ですね、えー、西脇工業の駅伝が西脇市では有名ですねという言葉をよく聞きます、えーまあ、残念ながら日本のへそでありますとかあるいは晩秋織というような言葉はあ最近はさほど聞かれなくなりましたけどもやっぱり駅伝というのが西脇市の一つのどういった縁ですかね、えーまあ、売りになっていると言いますかそういうものになっているのではないかというふうに思います。で えー、皆様あのご存知のとおり、えー、西脇工業高校は渡辺前監督の時代に、えー、全国で8回の優勝を誇,誇る強豪校で、えー、ございます。で、えー、その後を継がれましたあ本日講演いただきます、えー、足立監督も、えー、大変今はもう外国人選手が台頭してきまして。 大変日本人の特に公立高校で日本人だけでやっているチームというのは大変苦しい状況にあるんですがそんな中でもですね準優勝を2回されているという大変輝かしい実績をされている方でございます詳しいプロフィールは後ほど東野議員の方からあると思うんですがそういった中で今日あの非常に、まあ、私も講演を楽しみにしておるところでございますでかつてはですね 兵庫県を制する者は全国を制すというふうに言われておりました。これは西斗工業高校と報徳学園が兵庫県の歯を競い、しのぎを削り合った、そのままが兵庫県代表になれば全国で優勝する、あるいは2校が出れば、西斗工業高校と報徳学園が出れば、全国でワンツーフィニッシュをするといった時代もございました。で最近ではスマ学園 が大変強ございまして今西脇市と西脇工業ととのぎを削っていいるところでございますで西脇市工業から見ますと相手は須磨学園でありますとか報徳学園でありますとかさらに昔は鹿間工業とかいろんな高校に変わってきておるんですが相手側から見ますと常に打倒西脇工業なんですね。これは私すごいことじゃないかなと思います。 西脇工業高校を倒さないと全国には行けない、兵庫県では、これがずっとまああの続いておるわけでございます。そして、全国に西脇工業を倒して全国に行けば、全国では優秀な成績を収めて帰ってくるという、非常にえまあ今でも西脇、それから兵庫県というのは、大変駅伝の盛んで強豪校だというふうに思っております。今今日はそんなお話もですねえま,あ今までの 自治工業の駅伝あるいは足立監督のこれからの生涯それからこれからのお話なんかもしていただけるのではないかというふうに大変期待をしておるところでございますそして少し長くなりますが西脇市議会の方のお話もこの後に少しの時間ですが高瀬博議員の方からさせていただきます西脇市議会もですねそこそこには頑張っておりまして 昨年日本経済新聞社が発行しております日経語ローカルの議会活力度調査ランキングでは全国で1位をという評価をいただきました全国で8回優勝しています西海工業高校には及ぶべきも及ぶべきもございませんが我々西弘市議会も市民のために一生懸命頑張って,いただ頑張っておりますのでその取り組みの一端を少しでも紹介させて市民の皆様に えー、まあ、頭の片隅にでも置いてもらって帰ってもらえればなというふうに思うところでございます。えー、あの私のお話があまり長くなってもいけませんので、えー、今日の講演会がですね、えー、皆様にとって有意義なそして今日の講演会が思い出になるような講演会になりますことを新念申し上げまして私のご挨拶とさせていただきたいと思います。本日はありがとうございます。 ただいまから、しばらくの間、西橋議会の活動を、前のパワーポイントで、紹介をさせていただきます。説明は、広報校長特別委員の、高瀬がいたします。よろしくお願いします。こんばんは。高瀬でございます。あの、今、あの、前置きの部分は、議長が、かなり喋ってしまいましたんで。早速、本題に入りたいというふうに、思います。私の方からは。 西脇市議会活動報告ということで進めさせていただきます。えー、ここにある図はですね、えー、あ市民と、えー、議会と市長の関係を表しているものでございます。えー、市民はご存知のようにあの今選挙権が十八歳以上という,ふうになっておりますので市民の方々は四年に一回。えー 選挙でもって、えー、市長と市議会議員を選ぶことになります、えー、市長はですね自分の、えー、政策をもとに、えー、こういうことをやったらどうやとかですねこういう事業をやったらあの日脇はもっと良くなるんじゃないかみたいなことを予算も含めて、えー、議会の方に提案してきます、えー、議会の方は、えー、その提案が本当にあの。 妥当ででいいいものなののなかかどうかということとこを議、えー、議会の場で、えー、し審議した、えー、とその審議にあたっては当然あの市民の声を聞くというふうに書いてあるんですけれども普段から議員は市民の皆様がどういうことを考えておられるかとか姿勢に対してどういうあの意見をお持ちなのかみたいなことを常に、えー、把握して市長から、えー、提案がある議案に対して それがいいいかかどうかという審査をしますそれ以外に請願とか陳情とかございましてこれは個別の市民の団体等からこういうことをやってほしいだとかこういうことをやれば市政がもっと良くなるんじゃないかっていうような観点で請願とか陳情がまいりますまあ全体的な感じとしてはこういうことになります。市市長は議会で承認された事業にに対して市民のために 仕事をするということになりますこれは市議会の概要でございます大きく分けて本会議と委員会がございます本会議は今まさにここに皆さんがいられるこの場所で行っておりますここでは市長の提案を受けて議員全員で最終的な決定を行います委員会の方はですね本当はあの議員全員でその議案に対して審査をすればいいんですけども 法律的にあるいは専門性を高めるという意味で、各委員会、3つ常任委員会があるんですけども、そちらの方に議案を付託いたします。これは議員の仕事、その1と書いてありますけれども、一体議員は普段どんな仕事をしているかということを簡単に表しております。まず1つ目は、本会議や所属する委員会に出席して、議案の審議、あるいは採決を行います。 もう一つは、えー、普段からですねニュースを発行して議会での各議員の活動や市政の皆さんに、えー、そういった活動を報告します。また、えー、資料を調べたり、えー、市政の説明を聞いたりして調査行政の説明を聞いたりして調査を行います。またあの進んだ自治体に先進事例ということで。 視察に行って知見を広めたりもいたします。ここに書いてある写し、ここに写っている写真というのは、三田市に庁舎の視察に行ったりであるとか、地域医療の視察に諏訪市に行ったりであるとか、あと公共バスの交通の視察視察に行ったりとかした写真でございます。もう一つは、と西脇市議会の取り組みということで。 えー、結構いろんなことをやってるんですけどもまず一つは、えー、議,会の議会とカトロー会これは年に2回開催しておりまして、えー、80自治会を2年で一巡してまいります、えー、これは5月と11月にやっておるんですけども、えー、ご飯で各範囲を4自治会を回って、えー、半年で4十1年間で80という計算になります、えー、ここに写、えー、写ってる写真は 議会とか葛藤会で皆さんから意見を聞いたりだとか議会の状況を説明したりしているところの写真でございます。あとインターネットであるとかフェイスブックを通じていわゆる SNS を介して議会でどういうことを行ったかとかどういう会議をやったかとかそういうことを タイムリーに市民の皆さんに発信しております。あと皆さんご存知だと思うんですけども、年に4回議会代理を発行しております。これはあの最新の2月1日にえ発行した議会代理のあの写真でございます。最近あのご存知かと思うんですけども、横文字にしたりであるとか写真を多く使いましてカラーで 分かりりやすすすく説明するような工夫をしておりますあとこれをまさに今日ここにやっておる議長会報なんですけども今議長言いましたように今まで今回で11回目でございまして過去ですね石川県の谷本知事であるとか NHK の段々の脚本を書いてくださった黒田省の森脇京子さんである あるいはフランノ市の市長さん副議長さん、えー、議長さん、えー、あと、えー、落語の方あと玉木新井さんまあこういったあの西脇に縁のある方、えー、いろんな方をあのお招きして議長会報のイベントをやっております、えー、西脇市議会の取り組みの5番目といたしまして、えー、実はあの 選挙権が20歳,か20歳から18歳になったということもございまして、えー、西脇にある3つの高校に対し高校に対して高校生に対して高校生議会を開いておりますあのこの目的っていうのは、まあ、あの高校生があの選挙権を得るということはどう,どういうことなのかっていうような認識をしてもらったりだとか政治に関心を持ってもらったりだとかあるいはあのふるさとに、えー 愛着をいつまでも持ってもらうっていうようなことを目的に行っております。まあ、こういった取り組みをえやることによりまして、若い方にも政治の成人に対する関心を持ってもらうというふうに努力しております。えー、最後にこれはあの先ほどあの議長が申したことなんですけれども、えー、日経グローカルっていう雑誌の調査で、あの全国約800以上の 市議会あるいは区議会があるんですけどもそこであの第1位になりました、えー、これはあの左上の黄色のところに書いてある議会活力、えー、の活力度の調査ということなんですけどもそれで 1, 1位になっておりましてここであのあの書いておりますのがこの去年の7月から今年の2月まで、えー、西脇市を視察に来てくださったあの 全国のあの市議会のリストでございますで赤丸についておるのがあのその中でも特にあの議会改革について西脇市の,あの取り組みをあの聞かせてくださいということであのテーマはあの議会改革をテーマで、えー、来てくださった詩、えー、を、えー、書いております一応あのこのように西脇市議会では あのいろいろあの市民の皆様の、えー、満足を得るために、いろいろ頑張っておりますので、あの一つご理解のほどを頂いて、今後、ますますあの市議会の方にご意見等をくださいますよう、よろしくお願いいたします。 たただだいいままより講演会に移らせていただきます本日ご講演をいただくのは足立先生のことは皆さん方もよくご存じだろうと思いますがプロフィールを簡単に紹介させていただきます足立監督は昭和38年に高町中区でお生まれなられましたそして西脇工業高校に進学をされ 1>, 1年生の時から全国高校駅伝古王子でを走られていますそして衝撃的な出来事といえば日本体育大学に進学した1年生の時にアンカーを走られ見事ゴールテープを切られたこの瞬間のことっていうのは西脇の市民の方の中で覚えていらっしゃる方も数多くおられるんではないかなというふうに思います3年生の時には 箱根駅伝の区間賞も取られていますそして念願かなって昭和61年4月に兵庫県の高等学校の教員として帰ってこられました明石城西高校を皮切りに横川高校そして平成8年4月からは今の西脇工業高校に赴任をされました陸上競技部の 渡辺浩二監督の下コーチを13年間務められますそして渡辺浩二監督がご退職後平成21年4月から西脇工業高校陸上部第3代目監督として現在10年目を迎えておられますこの間平成21年平成24年2回見事に準優勝に 陸上部を導いておられますさらには、今年も1月にあの広島で行われている全国都道府県対抗男子駅伝の兵庫チームの監督としても活躍をいただき、2度も兵庫県チームを優勝に導かれています。さらに、オリンピック委員会強化スタッフとしても活躍をされている立派な指導者でおられます。長年の 苦労を重ねて今見事指導者としても花を開かせようとしている足立監督に今回無理を言ってお願いをしました大変お忙しい中でしたがあの足立先生が買いだこいただき今回の運びとなりました今日駅伝スポーツを通して学んだことと題してご講演をいただきます大変お世話になりますが足立監督よろしくお願いします はい、皆さん、こんばんは、えー、本当にあのお腹のすくう時間帯に、えー、このようにたくさんの方々に集まっていただいて、えー、本当にあ,のありがとうございます、えー、実は言いますと、えー、こういう、うん、講演を受けますとお金がかかるんです、本当に、えー、あパワーポイントのお金じゃないですよ、えー、胃薬、えー、睡眠、栄養剤 ここ2週間ぐらい、ですねもう日が近づくにつれて、ですねその服用量が増えまして、きょう、日多分ピークだと思います、非常にあの今日のこの日来るのが嫌で嫌でしょうがなかったんですけども、皆さんの顔を見たら、ちょっとエネルギーを頂い,いたかなと、あの実は言いますと、私はこれを受けるのに際しまして、実は断り続けました。 えー、なぜかといいますと一、えーまあ、つは前監督の渡辺先生のように、えー、立派な成績も残っていないまた西脇氏にそれだけの恩返しもできていないで、えー、また、えー、5年ほど前になりますけども、えー、本当に皆さんにご迷惑をかけるような、えー、問題のことも起こしましたし、えー、決して私がこのようなところで先も出ましたけども。 谷本知事はじめあれだけの素晴らしい方のところの最後に私がやるなんてっていう気持ちが非常にありましたので大分お断りをさせていただいたんですけどもえずるいですねえ頼みに来られるメンバーがずるいですえ東野さんえ息子が西脇工業の陸上部ですねえこんな関係もあってなかなか断りづらい。田さんは、えー 熊原さんの関係がありましてうちの家内と非常につながっておりましてこれも断りづらいもう証拠となしに影響を受けさせてもらいましたその中で一つだけ、えー、駅伝今日だから普段私は高校生とか、まあ、中学生に話をしてますんで、まあ、大体年齢が私より下の方ばかり、えー、ただこういう会になりますと私よりもうがぜ、えー、人生の 先輩方々、えー、苦労をいっぱいされてる方々の前でお話をするっていうのが非常にこうおこがましいと言いますか、えー、いうことがありますんで何をんだから期待されてるような内容の話ができるかどうか本当にこう自信がありませんただ一つだけ言っときますのは、えー、東野さんと浅田さんに約束したのは 自分の例えば生い立ちであるとかそういうことについて話してもらったらいいですっていうことですんで、えー、ちょっと期待外れな、えー、話になるかもしれませんけども、えー、そこのところはご了承、えー、願いたいなというふうに最初にあのお断りをしておきます。はいえー、それではあの実はあの今日パワーポイントを用意してまいりました。えー まあ何回か講演したんですけどもえ実はパワーポイントを使って講演するのはえ今日が初めてでございます <laughs> うまく作れたかどうかももう分からないんですけどもえちょっとこうえ分かりやすくえしていかなあかん、まあ、この分かりやすくっていうのもちょっとまあ後でちょっと触れていくんですけどもえもしよかったら参考にしてもらったらなと思います、えー、っとまず最初にあの片山市長もこうおられますけども、えー この場をお借りしまして12月の23日、えー、ちょっとまあ全国高校駅伝がございました、えー、本当にあの毎年のことなんですけども全国高校駅伝に際しましては西秋市市民の方々西秋市本当にあの、えー、西秋工業高校に対しましてもう絶大なるご支援をいただいております。 本当にあのこの場をお借りしまして心から感謝を申し上げたいなというふうに思いますどうも本当にありがとうございますまた当日なんですけども12月23日の時にですね私の父親があの亡くなりましたこれまたすごいなと思ったのは12月のちょうど金曜日に20日の日に京都に入るんですけども19日の晩にまあ救急車で 運ばれたとで、えー、うちのおふくろから、えー、うちの家内に電話がかかってきて、えー、まあ救急車運ばれた、えー、大山病院に運ばれたんですけどもで、えー、うちのおふくろはうちの家内に「もう全国5号での前だか,ら、えー、だから私にはですね言わないようにもうこのことは言わないように」っていう形で、えー、うちの家内には話をしててで、まあ、話をしてる中で。 ももうでも任せるわ私に伝えるか伝えないかは任せるわっていうことで,でうちの家内はもう当然えうちの親父は言うことですぐ伝えてくれましたでえ19時10時頃ですかねえ病院の方行きましてでまあ親父を見てあちょっと危ないなっていう感じを受けたんですけどもえ明日から出発するんでえもし金土日金どうですか に何かあっても,もう高校駅伝終わるまでは俺は帰ってこないからごめんやけどもそれは許してねっていう形で話したら「おう頑張れ俺は大丈夫や」って,って親父と最後に会話をしましたであじゃあよじゃあねって言って出てそのまま,まあ京都に入ったんですけどもえ本当にえ女子の駅伝が始まる頃にえイヤホンつけてえテレビつけてでえ女子の駅伝見て。 男子の駅伝を見,見てえちょうど3区えの終了時点ぐらいですかねパッと LINE が来てえ今そのまま駅伝聞きながら亡ああくなったよっていうことを家内から連絡来た時にえっとこう思ったんですけどもある意味考えてみたら幸せやな86年間も生きてきて自分の大好きな駅伝を見ながら。 すーっとこうね亡くなられるって親父って幸せやなと思ってですね、えー、まあ本当にあの皆さんにあの最後葬儀の時には本当に西阿市の方々、えー、まあ全国からですけども本当にあのたくさんの方々にあの見送りいただきましてあのこの場をお借りしまして本当にあのありがとうございました感謝申し上げますはい、えー、それではあの本題に移りたいと思いますえー、っとこれどうするんでしたかねあれ動かないですか。 私と陸上競技との出会いということで、まあ、先ほども説明ありましたけど私は、えー、隣町高町の、えー、出身ですで、まあ、小さい時からもう野球少年で、えー、常にもう自分の,この家の倉庫には、えー、野球部落の野球道具が入ってましただから集合場所は私の家でしたで、えー、学校が終わったらもうかを置くと同時にもうグラウンドに行って野球をするもう本当に、えー、野球大好きで。 で、えー、高校も当然ここのこと言ったら申し訳ないですけども当然、えー、野球でで、えー、行くつもりでしたなぜか私は不思議と、あのー、その当時から、あのー、全国で強いところで自分がどの辺の位置におるかなっていうようなことを知りたいっていう確認したいっていうのは当時の中学校の時からそういう夢がありました。 でえー、当然、当時は、えー、強かったのが、皆さんもご存知私らの年代の人は、あの多分東洋大姫路だと思うんですね、えー、東洋大姫路の弓岡選手とか、松本選手とか、まあ、その後阪急とかに行かれましたけども、あの選手たちが、えー、夏の甲子園で、あのテレビでこうやってるわけですね。でえー、それを見ながらもう本当に試試試合2試合3試合でこう 勝ち上がっていくたびになんかドキドキしながらえそれをずーっとテレビの前で見てで終わったら校歌を一緒に歌ってえもう最後決勝戦で優勝した時は校歌歌いながら自分が泣いてましたからもう「勝者を仰げば燃え立つ緑」ってこの話で一緒に校歌今でも覚えてます歌いながら涙流してえもう自分は豊田姫路行って。 野球をやろうって思いながら豊田姫路の学学校見もも行かしてもらいましたそしたら朝行ったらまあ当然百何人の選手が練習してましたでんでか知らんけど姫路でご飯を食べたりとかして返りしなにお父さんお母さんにちょっともう一回誰もいない豊田姫路を見せてよって言ってえまた豊田姫路に帰り寄ったんです。 中学校の時からようそんな感覚持ってたなって今なら不思議と思いますけどもそれで見に行ったらまだ野球練習しておったその時にふとん「んこんなことで自分の青春時代をえー野球ばっかりで潰されてたまるか」となんか変なことが頭の中によぎってきて「豊大姫路」の受験をちょっと断念して。 ほ、ま、他にじゃあ全国でなんか戦えるとこないかなと思ったんが昭和52年に西脇工業が高校駅伝で初出場9位入賞っていうのが新聞に出ておりましたよしじゃあ陸上やろうよし駅伝やろうと思って西脇工業高等学校に進学したのが本音なんですねまあ陸上もちょっとはしてましたけれども、まあ、それが一番最初ので西脇工業高校行ったら豊田姫路より えー、自分の青春潰されました誰が悪いんですかね本当にここにおられる岡本さんかもしれませんけども岡本さんが良いしをするから渡辺先生が元気でしたから本当に、えー、すごかったですいやもうこんな人が世の中にいるんだなっていう思うぐらい、えー、強烈な、えー、印象の、えー、渡辺浩二先生でしたこれちょっと後でまた触れたいと思います。 でえーまあ、走り出したその原因っていうのが小学校2年の時に手術したっていうのありますけども私ちっちゃい時からこう熱がよく出る扁桃腺が非常に腫れててですねであの神戸の細見病院で手術を受けましてで細,見の細見先生から体力戻すためにあの朝少しでもいいから運動しなさいっていうことがあってでその時に恵まれたなと思うのは私の父親母親それから私の兄貴私。 4人ともがみんな手伝ってくれて朝近くのグラウンド行ってランニングをしてたまずなんか兄貴が理由をつけて抜けえおふくろがご飯を作らなあかんからいって抜けえ親父がちょっと仕事が言うて抜けで気が付いたらえやっぱり最後自分一人でそのままずっとなんか朝はもう走るものっていうなんかそんなことがあ,のありました。 まあそんなこと,ところからあの、まあ、ちょっと陸上競技というのもあ、えーですね、で私が一番こうすごいなと思って今こうか振り返ってみたらやっぱり、えー、人との出会いかなって、えー、たくさんのここにも,もう本当にたくさん知ってる方いっぱいおられますし勉強させてもらった方いっぱいおられるんですけども、えー、私が小学校から本当に、えー、素晴らしい先生と出会って。 それを一つ一つがこう積み上げられたということが一番じゃないかなもう小学校低学年では朝霞の,の住職されてます清水谷先生本当にあのやっぱり住職さんだけありまして心の大きなあの指導をしていただきました私も元気者でしたから悪いこともいっぱいしましたけども本当に得ような形でお話をいただいたそれ,もそれが小学校の低学年だったように思います。 でえー、もう一つが高学年に今度藤井先生という鍛冶屋の先生なんですけどもこの先生との出会いも自分の人生の中ではごっつ大きいかなえ、てこ先生はあのー、自主ノートっていうのをですね、えー、すごく勧められててじ自分で宿題以外に自主ノートっていうのを自分で作ってでそれを書いてで提出したら本当にこまめにコメントをしていただいて。 なんかそれがなんかこう褒められたくて、じゃ明日も頑張ろうって一ページ二ページ三ページ四ページってなんかこう自分で一生懸命なんかこうあのー、今でいうその自主性って言いますかそういうものを育んでいただいた、えー、一番の原点の先生かなという,うもう本当にあのーえー、一番感謝しているかなって思っております。えー、それから、えー、小学校の時一週前にあの英語の塾に行っておりましたけど、まあ英語の成績はあまり上がらず。 えー、西井先生からはあのクリスマスとか節句、えーまあ、とかひな祭りとかいろんなこう行伝統的行事ありますけれどもそういう行事を通して仲間一緒にこうやるっていうそういうものを、えー、小学校の時に本当にこう感受性豊かな、えー、ご指導をいただいたかなというふうに思っています、えー。中学校の担任中学校に上がりました中町中学校なんですけれども、えー、吉崎先生。 えこの方は国語の先生でえ道徳ですね今でえ人権なんですけども当時は道徳って言ってましたえそ,の方そういうことにすごく力を入れておられましたのでえ人をいじめたりとかその人を何いなとかっていうようなそういう人権に関することを通してすごくいろいろ勉強させていただいたかなそんなふうにえ印象残っておりますえ野球部の顧問の橋本先生はこれは強烈でしたね え怖かったです今ではもうこんなことマイク通して絶対言えないですけども、えー、水飲んだらあかん、ね、僕らトイレに行ってきますって言ってトイレでタオルに水含ませてここに巻きながらチュー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 吸いながらですねほんま今やったら死にますよ本当にでもそんな時代でしたからもうそんなことがありましたそれから、えー、まあ来たから、えー、き努力する大切さっていうものを教わったかなと。 でちょうど同時に2年生の頃から冬場になったらあの中条中の駅伝にあの借り出されておりましたその時の顧問が服部先生なんですけどもこの服部先生にすごいなと思った印象に残っていることはなんか野球団体スポーツですよねこう自分が一生懸命やっても例えば例えばですよピッチャーが調子悪かったらいたらチーム負けるんですよね。 なんかそれがなんか自分の中でなんか陸上競技あってピュッと走ったらあの区間賞を取れたりとか直頑張ったら頑張った分自分のところに表彰状が返ってくるなんかそっちの喜びにちょっと自分がボケてしまったんですねでえある時に高校え中学校の2年から3年に上がる前に実はえ橋本先生野球,部の野球部を退部して陸上部に。 移って3年生は陸上をやろうと思って陸上部に入りたいですって言いに行ったらそれまでずっと陸上で駆り出されてたのに陸上部に入りたいですって言った時に服部先生が言われた一言が自分が決めたことを途中でケツ割る選手ケツ割る人間そんなもん陸上部にはいらないって言ってポーンと断られたんですえー、なんでずっと冬借り出されてんのになんでって思うぐらい。 最後まで物事はやりなさいそれを諦めたらあかんっていうことを、えー、一番教わった今考えたら服部先生と橋本先生が、まあ、できてたのかなっていうのは今でこそ分かりますけども当時中学校の時は分からなくて「えなんで僕をすごく必要としてくれとったのにいざ行く」って言ったらいらないって言われてもうあのそれがすっごい印象に残ってますね。まあ、だかからら今でも何ああったらそういういことがあるから え高校西大工業先ほども言いましたけどもえ東洋大姫路から今度辞めて西大工業にえやっぱり全国で戦ってるようなチームのところで自分がどれぐらいの位置でおれるかなっていうので西大工業に飛び込みました、まあ、その時に出会ったのは当然薫英先生っていう先生おられるんですけどもこ新卒で多分西大工業来られたんですねもうまあすっごい面白い方で何でも自分でチャレンジちょっとラグビーの顧問されてたんですけども ラグビーを自分で、えー、スパイク買って、えー、ラグビーパンツ履いてラガーシャツ着てで生徒と一緒にずっと放課後ラグビーやってるんですで大体先週の方が若いですから、えー、若い先生でしたけどもへとへとになって倒れてるんですねグラウンドに僕らが走る中で,で僕ら走りながら「先生頑張って」だからずっとなんか励ましとったことをすごく覚えててでもその時にふと今思えば えー、何でもチャレンジするなんかそういうふうなものを、えー、この久米先生から教わったかなで、えー、2年3年生とは狩野先生っていって、えーまあ、体育の、えー、サッカー部の顧問の先生やったんですけども、えー、この先生との思い出はまあ、えー、一つは僕がちょっと成績が、えー、2年生高校2年生の時ですね、えー、ちょっと成績がまあ 勉強があまりよくなくてえこう下の方をこうしてたんですねそしたら彼の先生が「お前退部しろ」「勉強もせえへんもんがクラブなんかする必要がない」「やめろ」って面談で言われたんですねいやそんなやめるわけにいかないなっていうのがあったから「先生じゃあどうしたらいいですか」と成績を何番以上に上げたら「やめろ」は撤回するけどそれより下だったら「 俺が渡辺先生に頼んで辞めさせるということを言われてその時にこれはえらいことだと思ってちょっとだけですけど勉強をして目標の順位をクリアしてそれで3年間陸上を折れたで卒業の時にこんな言うたらあかんかもしれませんけども本当にあのジャージをですねお前体育大学行くんやろって。 これあの卒業記念なっつってあのジャージをプレゼントしてもらいましたで、えーまあ、日本体育大学の方に行かせてもらって、えーまあ、日本体育大学行ったら、まあえーまあ、契約したりとかいろいろ学校からいただいたりとかそういうので、えー、ジャージとかたくさんこういた,だいたりとかしてたんですけどもでも狩野先生からいただいたジャージだけはすんごいずっと大事ここっていう練習の時は必ずそのジャージで練習に行ってました。 あの狩野先生の思いを持ってやっぱり練習行かなあかん頑張らなあかんっていうことを本当にこう思わせてもらいましたでもある時に捨てざるを得ない事件が起きましてですねもう本当に悔しいんですけどももう今熊本の先輩,先輩なんですが今教員やってますけどももしよければ声を大にして言いたいですけども女の人から女の人女の子女女彼女からですね、えー ハムスターをプレゼントされたらしいんです。で、部屋に帰ってきて、こんななんかカラ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 カもうそれをこう四人部屋だったんですけども、先輩がいて、あと残りのものがそれをずっと見ながらカリ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 、すごいですね。ってこうそのハムスターをずっと見てたんです。このある時パッと練習終わって帰ったら、その先輩がおい。 ハムスターが逃げたらしいんですね。で、ああ、もう逃げた、よかった、もうこれで、ずっと見んでも済むわと、僕は内心思ってたんです。でも、みんなが10時になったら消灯で寝てたらですね、ハムスターが活躍しだすんですね、カリ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 、もうずっと朝までカリ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 って音がするんですよ。 そのたんびにいいろろてどこ,どこかじってんやろうと思いながらこう探したんですけどもまあなかなか見つからなかったんですなんとどこをかじってたか言いますと私の衣装ケースのジャージをずらーっと並べてるのを下から順番にハムスターがカリカリカリって着とともに私のジャージもカリ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 と全部寄られました。 だから一斉にもう全部捨てざるを得ないそこの時に貝、えー、野先生の大事なあのポイント練習用ジャージも、えー、捨てざるを得なかったもうこれがまあ非常にこう、えー、悔しい、あのーまあ、思い出としてです、ねえー、残っておりますけどもでやっぱり忘れてはならないっていうのがやっぱり、えー、自分の人生を、ねえー、変えていただいたのは、えー、渡辺浩二先生かな今晩この先生とやっぱり出会ってみて本当に。 いやこんな情熱に、えー、人生を捧げられるっていう人が世の中にいるんだなってまあ賛否両論いろいろありますけどもやっぱり僕たちには高校生の僕たちにはこれだけの情熱を持ってやっていただけるやっぱりもうただただ感謝でしたあ,あのー、やり方は、えー、いろいろ、えー、ありましたし非常にあの厳しかったのは、えー、確かですけどもでも私はあんまりあのー 意外,と意外とやられてないんですよね。えー、何でか知らんけど人生と一緒で広畑先生と一緒でこうスルリッとこう抜けていくタイプなんで、えーまあ、うまいことこう抜け出したかなとただです、ねえー、本当にいい勉強させていただいてやっぱり一番こう目標達成にですね、えー、情熱自分の潜在能力を健在能力に引き出していただいたやっぱりこう。 自分がなかったスイッチをやっぱり、えー、入れていただいたのはやっぱり渡辺先生かなだから僕は、えー、もう教員になったらもう西秋興業がもう最後もし転勤っていうことがあればもうすぐ、えー、教員はもうやめて、えー、違う道に行こう,もうそれはもう自分の中で、えー、決めておりました。もう 母校の次にどこどこってなんかそんな気はもう全く起こらずただただ西脇市で育てていただいたので西脇市にはすべてをかけてやりたいそれがだめだった場合はそれはもうそれで次の人生を歩んでいったらいいかなというふうにそんなことを思いましたで本題に入っていきますけども世代の変化っていうのを皆さんも多分ご存知だと思いますし感じておられると思いますよく言われるこうゆとり世代とかって言われますけども まあそれは今の高校生、えー、私らの頃に比べたら、そりゃ大変です。うん、だから、ラジオの時代から、まあ、当然、テレビの時代に変わっていきました。えー、そして、週休1日から週休2日制に変わっていきました。えー、固定電話から、えー、携帯電話に変わりました。いつでもどこでも。まあ、その他、えーであのー、ですねスマホとかも含めて、ですねデータが何度でも入ってくるような時代に。 まあこのことによって、えー、私たちが思うに関しては今の子どもたちを見ててですね、えー、すっごいあれなんです、ね、あの力を持ってるのに指示をされないと動かない常に受け身の状態でずーっと待ってる状態え何すんのって尋ねてもえ何したらいいですか 僕らからしたらえって思うんですけどもそういうことが非常に増えたかなっていうふうに私は感じておりますそうじゃない方もおられるかもしれませんけど私はそう感じておりますで、えー、今度は極端に人と一緒にこう接触することっていうものを、えー、嫌うようになりましたまあ当然 LINE とかでもね、えー、僕はよく知らないですけども「えー、了解しました」ってとリって終わりですもんねもう「人一文字ですよ で「これ何?」って言ったら「いや了解しましたです」えマジで?」ってでもそれがそれでずーっと会話が成り立ってしまう時代だからそういうふうなことからあんまりこう人と「おい何々」ってこう人とこう話をするのをすんごく嫌うよねだからそれが非常にこうあちょっと問題かなっていうふうに私自身は感じててこのまま今まで通りの指導じゃい,かいけないなっていうのはまあうすうす感じながらでも 若い時代で若い時でしたから俺についてこいいうような形でガンガン、えー、やってました明石城西の時それから横浜高校の時代当然西大工業行ってからもそうですけども、えー、渡辺先生を見てましたのでああっていうもうそれが指導者やと思ってましたんで、えー、そうあるこうそうあらない並べなんだっていうまあイメージがありましたでもある人との、えー、先ほどもありましたけども私は本当にたくさんの人との出会いで え私が作られてるなっていうふうに思っておりますんでえその中でこの指導者になってからの大きな変化っていうのが自分が変わる勇気の大切さを知るというこれをえ学ばせてもらいましたなかなかやっぱり自分を変えるっていうのは正直頭では理解してますけどもなかなか変えれないですもう頭では十分分かってます僕時代が違うからもうこうせなあかん え下にはこうせなあかんとか言いていろいろ分かってるんですけどもなかなか変われなかったのがそこに書いてあります坂田塾の塾長さんっていうちょっとえこの方です皆さんも多分ご存知だと思うんですけども尼崎北高校からえ京都大学出られてそしてえまあ親父さんが亡くなられたいうことでまあ中退されてで自衛隊に行ってえー プロゴルファーになってその後プロゴルファーになられてから漫画家もやられそこに書いてありますように「なお子」とか「風の大地」とか「G ドライブ」とかまあ数々の漫画を書かれておりますそのまあ言うたらえ儲うけたおかしいですけどもそれのお金で坂田塾っていうゴルフの塾をやられてでそこに書いてある古賀美穂とか上田 桃子とかねえ龍節子とかこうありますけどもそういうもうたくさんのプロゴルファーをいっぱい育てておられます偶然にもこの坂田信博さんの弟さんと私がたまたま飲食を共にする飲み仲間だって電話して「今日行きましょうか」とか,なか向こうも、えー「じゃあ行こうか」っていうような形でよくこう食事を一緒にする機会がありまして。 僕私は、えー、お兄さんがこの方言うのは全然知らなかったんですよ。もう全然知らなくてただ坂田さん「坂田さん坂田さん」言うて、えー、話をしてたんですけどもある時にその人が「兄貴紹介しようか?」っていう言われたんですね。ほんで「えっ?」て言って「いやあの坂田信弘って言うねや」って言って「えあの?」っていう,もうそこからの始まりです。じゃあまだ「ぜひとも」っていう話をしてたんですね。そしたらある練習してる時にパッと電話がかかってきまして。 であ先生今日練習してる?」って言うから「あ練習してます」今伊丹空港に着いたから今から向かいます」って45分後ぐらいに行きます」本当に45分から小1時間ぐらいで西脇工業高校に来られましたでバ、えーッと歩いて練習場に行ってそして、えー、生徒の雰囲気を見て次グランドずっと歩かれて、えー、野球部のバックネットの裏に。 そこでで分ぐらい売られてましたからねで練習をわーっと見てて「いやー先生こんなかねその気になったらプロに行ける子が2人いますよ」って「もうパッと2人いますよ」って「プロ野球じゃないですよプロゴルファーに2人なれる」ってでその時にうちの北に監督が坂田さんから「先生 いいもの持ってるけども使いこなせてないって言われたんですで、えー、一言こんな練習しなさいって言って、えー、座ってなんか座って、えー、なんかこうしてこういう歩きですかねこれを、えー、取り入れたら体が上手に使えるよって言われて1年後甲子園ですからねいや関係してるかどうか分かんないですけども僕はそれを見てびっくりしました本当にで 私があのその時にそれを回ってこられて次、えー、うちの選手に、まあ一言二言お話をいただいてでまた話もですねエッチな話するんですここではちょっと女性の方もたくさんおられますから言いませんけどもえっ何ちゅう話すんねんって思うようなことをぼっと話してそれでスーッと帰っていかれるで,でまあ車を見送らなあかんと思って見送りに行った時に 車乗る寸前に言われたことこれが私の,あの変わるポイントになりましたパッと私の方を見て「先生はミーティング好きやね」試合が終わった後ミーティング反省会とかをよくするでしょ」って言われたんですよ「はいもうやっぱり試合が終わったら一試合一試合こう反省会を反省をしてじゃ次頑張ろう」ってやりますで,でもなんでそんな分かるんですかって聞いたときに 先週<ん>見たらすぐ分かるって言われたんですもうそ,れその一言が強烈に自分の中でいやこれはいけない今日来た人がたった15分ぐらいの間にうちの先週それから私すべてを見抜いてさっと変えられたんですね、はあこれはえらいことやなあと思ってでそこに書いてある、ね、いい選手とかいい生徒とか、ね、悪い生徒とか。 そんんなんいないいですよって上手に使う人と下手な使い方をする人がおるだけやもうこれを聞いた時にこれはいけないともう初めて自分が変わらなあかんなっていうのを感じたもうその一瞬これ,これが私のやっぱり大きなやっぱり変わっていったポイントやったんじゃいかなっていうふうにあの思います。で 自分の中でやっぱり渡辺先生を見てますし固定観念っていうのがやっぱどうのやぱりどしてもあります多分大先輩方もいっぱい固定観念の多分塊だと思うんですよねこうあるべきなんだっていうことがですねやっぱり長年染み付いた経験っていうのでやっぱり体って動いていきますし頭では理解できてるけどもじゃあ実際人にポッと言うてしまう時っていうのはついつい「ババババって言ってしまったりとか言っちゃあかんことをこう口に出してしまったりとかっていうのは多分に。 ご経験も多分あるんじゃなないかなと、まあ、本当に簡単じゃないっていう非常に難しいっていうことは多分、えー、ご存知の,あの経験されてる方があの多いんじゃないかな多分、まあ、ここにおられる方々は当然いっぱい勉強されてますからそういうものもねなくあれしてるんですけどもちょっとここでですねほんまに固定観念ってあるのかどうかっていうのをですね、えー、藤田さん、はいえー、代表であのー、ですね 後出しじゃんけんってやるんですけども、藤田さん、ちょっとそこ立てていただけますか、すみませんね、使って申し訳ないですけどもあ、もうぜひともせっかくの機会ですから、前の方で見てください、この格好 <laughs>、私の大好きなあの藤田さんです、植木屋さんですけれども、これね、後出しじゃんけん、これ、どっかでゲームで使ってもらってもいいんですけども、普通じゃんけんいたらじゃんけんで、じゃんけん、ほい、はい、こ個でしょ、はい、こ個でしょ。 で勝っったた負けたってあれしますよねじゃあ後出しじゃんけんで私が例えばグー出したら藤田さんはちゃんとこれ見ながら負けてくださいだからじゃんけん「ホイホイ」っていうこのリズムで私がグーしたら「ホイホイ」一緒に出さなくていいです <laughs> 理解してくださいね <laughs> 私が出します、はい、違います <laughs> 私が出します、はい、一コ感置いて「 負けてください簡単ですよね負けたらいいだけのことですじゃんけんほいほいじゃんけん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 ほいはい。というふうに今はできましたけども多分この中の大半の人ができません絶対に勝っちゃいます今目いっぱい頑張っておろ だめましたけども、まあ一回家でやっていただいたら、できないんですよ。これ、これなんで書いたら、固定観念なんですね。じゃんけんは勝つものっていうに、ちっちゃい時から、頭の中にもうインプットされてますから。いざ負けろって言ったら、見てるのに、勝っちゃうんですよね。これを、あの、僕は、これが、やっぱり、あの、できないとダメだめだ。でも、若い子たちに、例えば、パッてやらしたら、本当にします。年配の人ほど、できないんです。なんでかだ。 固定観念がもう染み付いてだから長ければ年年年ということですね、えー、人生経験が長い人ほどこの固定観念をぶっ壊すっていうのは本当にあの難しいこと、まあそういうことをちょっと言いたかっただけなんでちょっと気休めで今やりましたけどどうもありがとうございました大きな拍手を。 まだあの本当に1回家でやってるとか、これ、忘年会のゲームとかでもめっちゃ盛り上がりますんで、ちょっと年配のいやらしい人に、がーってやったら大体勝てますからね、面白いです。じゃあ次いきます、ここからえ本題ですね、やる気を起こさせる指導法で、かっこええこと言いますけど、も本当にやる気を起こさせてるかいならごっつ、不安なんですけども、一応、こういうとバランであれしました。 私がじゃあ気をつけてることですね、えー、どんなことかだ、まあ、とにかく早く学校に行きます今もね働き方改革とかで非常にこう難しいんですけどもやっぱり一番大事なのは、えー、生徒の登校する姿勢登校してくるときそれから帰るとき当にあに、のー、子どもの本音心の中の本当の姿が背中とか 姿勢とかそういういもので出てきますだからできるだけ早く来ます。今日もここにうちの父母が、ね、藤井さんという加藤氏の立教の方がおられますけどもここの息子さんも実はうちの今2年生の選手なんですよ。まだ今結果出てませんけどもまあ必ずトイレ掃除をするような人間はもう間違いなく大選手になっていくと思います。 でいつもそれを見ながらあ頑張ってんな頑張れよって、ね、あまり僕はしゃべる方じゃないんですけども、まあ、そういう気持ちで毎日、えー、その子を見て帰るときもあ気をつけてなっていうような感じで声かけませんけどもそういう気持ちで全員生徒が帰ったら、えー、私もまあちょっと仕事をして帰る準備をします、まあ、そんなことを気をつけてます。 だから生活日誌、これ3年間、本当にもう、どんな大会の日も合宿の日も毎日出させております。この生徒が書いた字っていうのが、子どもたちの,その今の心理状態っていうものがすごく見えてきます。きれいに書く、汚いとかきれいな字、これはもう全然別物です。丁寧に書いているか、雑に書いているか。 っていうところで子供たちの心理が非常にこう見えてきますんで、あちょっと今病んでるなとか、あ今前向いてんなとかいうのが、えー、日誌を見たら、でちょっとコメントなんかをね、えー、入れたら、だいたい今40人の部員がおりますんで、えー、2時間ぐらいこの日誌を見るのに2時間ぐらい費やしてしまいます。空、え、き、ー、時間、授業の空き時間になったら、キャーっとこうそれをできるだけ見てですね、まあできるだけそれを続けていきたいなっていうふうに思っています。 陰徳賞っていうのがあるんですけどもちょっと最近、えー、私がサボっててあれしてないんですけどまたこれを機会にもう一回ちょっとあれせないかなと思ってですねこの陰徳賞っていうのはあのー、私の目の前ではめっちゃ頑張る生徒たちがいっぱいいますでもよくよく調べていったら意外と走る力がないんだけどもチームのためにめちゃくちゃ裏で私らが見てないところで貢献している選手って実はたくさんおるわけですよね そういう選手が多ければ多いときほどやっぱりチームっていうのは強いですよねだから渡辺先生の時のエピソードで、えー、こんなことがありました、えー、選手が走って、まあ、絶対優勝やって言われたのが、まあ、ちょっとあるところでブレーキをして3番になりましたその時に、えー、沿道で選手がこう走っててで「なになに?」ってこう声をかけてるんですねちょうど私そのすぐ近くにおりました であほんまやったらトップで来てるのになとかって思いながら3番で通過していって大きな声で声をかけてましたその後なんですその後とスとドゥドゥド,ゥドと路地裏に行ったんですねあれどこ行くの次のところ応援に行くのかなと思ってスーッと見に行ったんですねそしたらあの自動販売機の横でワンワン声出して泣き去るんですもうおえつをう <laughs> ああああてああ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 あとああ いやー指導者になったらこんなチームにしたいなこんなチームにしたいなってもう本当に、えー、心から思いました大体いい走ってる選手ばっかりみんな目がいくんですけども応援してる選手がそこまで、えー、走ってる選手と同じような思いになってるチームいやーすごいなそう言われてみりゃ、えー、渡辺先生の下で13年間やらせてもらった時にあんな性格あのような性格の方なんですけども実は。 力のない子たちに、に、へ、え、のー、心配りとか、気配りとか。そういうものに関しましては、非常にこう、勉強をさせていただきました。で、えー、まあ、そこで私は下手くそやから、どうしようかなと思って、まあ、陰徳性を。えー、す、選手が、選手を評価するんです。今一番頑張ってる子。な、それ、ただそれだけじゃなしに、なぜ頑張ってるのか言ったら。私らが全然知らないような、ことを。いっぱい書いてくるわけです。 こいつこんなんやってんねやこの子こんなんしてんねやとか私もすごく勉強になりますしそれを一番票数の多かった子に1か月に1回プレゼントジャージとかタイツとかですねそういうのを「はい隠匿賞12月隠匿賞おめでとう2月隠匿賞おめでとう」という形で渡してたりをしておりました最近忙しいとかを理由にちょっと私がサボっておりましたから来月ぐらいから。 復活してもう一回日大工業の復活、ここを大事にやっぱりしないかなって、今しゃべりながら、えー、思っていますので、えー、復活させたいなというふうに思いました。えー、それから、えー、3つの目標設定っていうのがありますけれども、えー、大目標小目、小目標、そして具体的に何々、これが大事だと思うんですよね。大,大目標で、ああ、オリンピック行きたいとか言うても、そんなさっとそこへ行けるわけじゃないですから、大きな目標があって、 でその次そのためにはじゃあ箱の駅で出るようなチームのどこの子大学に行きたいとかでそのためにはじゃあインターハイで入場せなあかんとか普段の練習でこうするやああするやこの三つ目の設定の具体的なところはたくさん作っていったらいいと思いますだからこのものはた一個でゃあかんのですこれ僕すごく大事なところだと思いますなんで書いたら目標を一個ずつ定めていったら人間ってよくよく考えたら弱い動物ですから やっぱり挫折しちゃうんですねだから挫折をしないために言われたことがもう一個目標をすなわちパッと目標を変えれるように2つずつぐらいオリンピックやったら大目標は1つその次2つ3つでその次もっと具体的にザーッとたくさん作ってそして何かあった時にダメだったらさっと乗り移れるようなことをしないと続かないよ ということを教わってあなるほどなっていうふうに思って、えー、そう生徒たちにはそういう形で一応目標設定をするように、えー、常にアドバイスのをしております、えー、日の丸弁当っていうのがありますけどもこれは、えー、月に1日ですね1月1日2月1日3月1日っていうこの1日1のつく日は、えー、部員全員、えー、ご飯と、えー、梅干し、えー、1個だけして。 ほんまに、えー、日の丸弁当を、えー、毎月やっております。これは何かと言いますと国旗、国旗心ですね、己に勝つ、それが日本の国旗と一緒ですから、国旗心、自分に勝つという意味で、えー、その国旗に引っ掛けて、まあ、日の丸弁当、それからもう一つは日本代表選手になるような、えー、選手あ人間になろう、そのためには月1回、まあ、そういうものをこう 思い返すために毎月1日は全員で縁、まあ、になって、えー、日の丸弁当を食べるでもう一つは当然ながら、えー、普段お父さんお母さんが作っていただくおかずのおいしさ、えー、お米のおいしさそういうものを通して感謝の気持ちこう味わってくれたらいいかなという、まあ、表向きはこうにっております。えー おかずを少しでも安く上がるためにやってますけどもそんなことも冗談ですよ今のはそんなこともあってのことがありましたその中で大事なですねまあいいですかそういうふうなことをいろいろとやらせておりますでよくお父さんお母さんの中で「お前塾生かしたってるのに」とか 家庭教室つけたるのにとか言うてえつけてんのにとかってよくあのなんとかのにとかいう言葉がついつい人間に出てしまうんですよね。くんだけお金かけとんのにとかってです、ね、こののにっていう言葉っていうのはあのー、大変申し訳ないんですけどもその人の人自己満足ででしか過ぎないんですよねこれが子どもを育てるときに一番悪の言葉ですよね。で私はでもすぐこん やってんのにああか,か,か,かんとか自分でよく思うんですけどもついつい「のに」っていう言葉が出てしまうんですけども「のに」っていう言葉はもう本当に子どもを人を育てるっていう時にはもう天敵の言葉ですねだからそこのところも、えー、できるだけこう注意をしながら、えー、気をつけながらやっております、えー、今度はまあテクニックっていう形でちょっとかっこよく、えー、言わせていただいておりますけども、えー、大事なのは生徒はやっぱ叱らな駄目です 怒ったらダメです怒るっていうのは感情ですから、えー、叱るっていうのは本人を何とかしてやりたいという気持ちで叱ります私も大きな声で、えー、ガッと詰め寄ることも当然ありますただ叱り方っていうのが大事なポイントであって、えー、ここに書いてありますけど別れ際が一番大切ですよっていうことですよね別れ際が間違ったら子どもはもう全部そこでだめになってしまいますだから一番最初にガーンと詰め寄ってもう正直ええー ビビらすぐらい詰め寄ることがあります、えー、わざとですけどでそのまま絶対に終わらないですで次必ず座らせてで、えー、世間話をしますお父さんとかお母さんとかおじいちゃんとか中学校の先生とかこうちょっとお世話になってそうなところの話をずーっとしていったら必ずポロポロポロっと本人が、えー、泣き出しますこれ第二弾ですねこのまま別れてもダメなんですね 泣いいたたまま別れらら子供心すっきりしないからで最後のテクニックは何か言ったら必ず最後のところで子供たちをニコニコさせてでよっしゃじゃあ帰ろうかっていう時には「先生ありがとうございました!」ってニコニコしながら最後別れるもうなんぼ時間かかってもそこまで最後のところまでこの別れ際のところまでは時間をかけてなかなか泣かない子がおります。 うん、長いですね、そういうときはですね、えー、なんとか早く泣いてくれたら早く済むのになと思いながらしてますけども、なかなかね、頑固で泣かない子がいるんですけども、まあ、でも、こういうふうになった子っていうのは、意外とついからどん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 頑張るようになるんちゃうかなって,ななってで、えー、2つ目が、まあ、上から目線、もうこれはですね、もうやっぱりもう今の子は特にですけど、おい、泣かにって言った瞬間に、ピしゃっともう、心のシャッターを閉めてしまいますんで。 あと何分言ってもなんだから上から目線にならないようにいうことを気をつけておりますそれからタイミングが全て当然ですね叱るのもどこでも叱ったらええいだそうじゃなしにやっぱ叱る時のタイミングっていうのがすごくありましてえそこに「そったくという言葉を作っておりますけどもそったくっていうのは親鳥ひな鳥のこの関係なんですね。もううすすぐ卵から出てますよっていうえ内側のひな鳥が もうすぐ出たいな外側から親鳥が「おいもうそろそろ出れるぞ」その時にくちばしで卵をコーンとつく中からくちばしでもう出たいよコーンとつくそのタイミングがピシャンとおった時に卵をパーンと割れてでひなが出てくるわけですよね。そういう言葉は「まあそっ,たくっていう言葉があるんですけどももうまさしくその通りで人間の指導もこのタイミングを逃してしまえば。 何いい話をしても全く子どもたちの中に入っていかないから常に生徒を見るではなく見つめるだから見つめるっていうのは昨日の昨日と今日の変化の違いいうものを常に見ておかないとこのタイミングっていうのが出にくい分かりにくいじゃないかなというふうに思います。渡辺先生をを見ててそれを一番強烈に思いました あいつわーいってこうやっておられそうなんだけどまあ細かいところをよく見ておられます、うん、それが、えー、あの先生からすれば別になまあと本能なのかもしれませんけども私だけから見ればすごくタイミングのいいアドバイスをされるなっていうことを非常にこう感じましたそれから、えー、批判をしないっていうまあこれは当たり前この大人の世界もそうですね、えー、自分が批判をすれば必ず裏で自分も批判されてますから あのこっちが批判してるのに、えー、そちらから私を「いやすごいせや」って絶対ありませんからね私が批判してたら必ず向こうも必ず批判してますだからやっぱり、えー、人間ですからね好き嫌いありますけどもやっぱり相手の批判っていうのはよくないのかな特に子どもの批判っていうのはもう絶対的にアウトですねだから、えー、批判をしないようにだから僕が気をつけてるのは えどうしたいのとか、何今日の目的はどうやった、今日の練習どういうふうにしようと思ったとか、必ずあのこちらからどういうふうに、何々っていう、必ず問いかけをするようにしてます。そうしないと、スパッと言ってしまうから、もうそれで一生懸命自分の心をこう抑えながら、えー、その次の言葉を探していくような感じですね。それから、えーまあ、説明は分かりやすく、あのー、指導者って面白いもんで、えー、簡単なことを難しく言うのが指導者なんですね。 これもう本当にもう簡単なことをポッと一言で済むようなことをとにかく難しく難しくやっぱり学があるからっていうあれかもしれないですけども,もうとにかく難しく言うこれがえ子どもたちにとっては非常にえお厄介な形になってしまいますだからできるだけ説明は分かりやすくっていうのでまあ漢字っていうのを私はよくえーミーティングの時に使わせてもらいますここの漢字というところが 何かと言いますと実は先ほど、えー、国語の先生、えー、人権の先生吉崎っていう中学校の時にで、私が、えー、中学校時代に陸上競技を走ってでまあ2番が多かったんですねだから優勝が全然ないんです、まあ、優勝したら言うたら校内マラソン大会で1番になったぐらいですあともうどこに行っても陸上競技はもうほとんど2番だったんです でえー、もう自分で、あなんかなんでこっちまんたらあのなれないのかないうて、えー、担任の先生とこう話をするときにこの吉崎先生が「私!」って「ええー、やないか」え全、ー、然2番ですよ」って,って僕はやっぱ一番になりたいです」って「いいやないか」って中学校の時からそんな金の金ル金取らなくていいっな銀ってどうして書く?」って言われたんですね。え金より 良いいと書くじゃないですかもうその言葉一つがすんごい印象的で神様がもっと努力しなさいっていうことを教えてくれてるんだよって吉崎先生に言われましたそれからちょっと漢字とかにいろいろ興味を持ちましてちょっと漢字簡単に出してきたんですけどもこれパッと言うと「おおなるほどな」って思いますよね。 「え働く」とか「人が動く」とか書きますよね「しつけ」たら身を美しくする」って書きますよね確かにその通りやなと思いますしえ合宿とか言ったら「飯食え飯食え」ってよく言うんですけどもなんで食わなあかんか一言で言うと食っていう字をお前ら今から頭の中で書きなさいはい人が良くなると書きますだからら食べたら人間って 仲間が増えたりとかそういうことがあるからとにかく食べようねっていうまあうまくも簡単で分かりやすいそういう形そしたらですねよう食べますびっくりするぐらい強烈に食べますけどもまあそういう流れで先ほど言いました金より良いこれがえー、まあさらに努力しようっていうのがこれが銀だと銅っていうのは何か金と同じぐらい価値があるよ な、はあ、なるほどででも禁のがいいですよね、えーまあ、そんなことがあったりとか優勝は優しさに勝ると書きますから人にやっぱり優しくいっぱい接してそしてそれが勝ったチームがやっぱり優勝していくんじゃないかなだから、えー、走るのが速いとか何々だけじゃなしにやっぱり 人間力ですね一言で言えばそういう人に対する思いやりであるとか気遣いであるとかそういう気配りであるとかそういうものが非常に大事になってきてその結果がそ,のチームそういうものが多ければ多いほど、まあ、そういう優勝とかに近づけるようなチームになるんじゃないかなだから、まあ、ちょっとそのほかにもたくさん多分あ,のあると思います。 一度またあこれもちょっと参考にまああこんなんもあるなこんなんもあるなと思ったらまたいろいろこう話する機会が、えー、増えるんじゃないかなというふうに思いますはい、えー、知っておきたい子どもの心理ってありますこれをよくこう間違えるんですね子どもたちっていうのは親に伝えるときっていうのは都合のいいこと自分の自分が褒められるというふうに分かっているときっていうのはだいたい親に、えー、倍ぐらい 俺こここんんんななな頑張っててでも自分がちょっと分が悪いなと思ったら親には半分ぐらいで伝えるその心理さえ知っとけばああこれ今自分の子がしゃべってる時にあまあこれは半分ぐらいに聞いとこうかなあこれ都合の悪いこと言ってるああこれ倍ぐらいにしとかなあかんなっていうのが分かってたら意外と子どもたちに振り回されなくて済んでしまう。 で今あの、まあ、うちのが学校とか今までもたくさんあのいろんなご付近の方とお話しさせてましたけどよくこれをこう履き違えてしまってばっとこう来られることがあるんですけども面白いんですねそ,の、えー、そういう親っていうのは子どもの指導にめちゃくちゃ熱心なんですよ正直言うとめちゃくちゃ熱心なんです。のちょっと、えー、エネルギーっておかしいですけども出し方を間違えた。 私もこういう、えー、癖のある男ですから、えー、ちょっとこう言った一言が、えー、すぐ叩かれて、えー、来られることがありますでも大体みんな仲良くなります仲良くなりますでそこには一つコツがありまして子供さん、えー、お父さんお母さん保護者の方でまあ私がおる絶対に3人で話はしません3人で話するからだめなんです 子供の前でで頑張っちゃうんですよねお父さんお母さんらはぐわーっと教師に対してで僕はもうちょっとでも親がこうバッと来た瞬間に「あちょっと待ってください」で子供には「ちょっとごめん出て行ってくれるかなってどこどこに追ってくれるかまた呼びに行くから必ずパッと子供を出しますでお父さんとまあまあお母さんないとばーっと話をしていったらもう一気にさっとトーンがダウンしますしでも何がしたいかと子供をやっぱり あれしたいっていう気持ちが強いんですよねちょっとこうエネルギー出し方を間違っておられるだけであってだから私が担任している時のこのちょっと自慢になって自慢になってしまいますけども大体、えー、問題行動の発信源は全部親でした親が私のところに電話してきて「先生もうだいぶ止めたんだけどバイクの免許を取って,しま,取ってます」ってます。あそうですかじゃあ謹慎入れますね」って言ったら「 よろししくお願いしますやっぱ子供をよくしたい子供をバイクで事故でなくしたくないっていう気持ちが強いわけですねわかりましたありがとうございますで大体クラスに行って、えー、何にも私わからないんですけどもちょっと何かあったら <laughs> おい誰だれ,だれ A 君ちょっと来てみてお前俺の顔をずっと見てみろいやお前なんか悪いことしてるなとか私自信ありますよねバイクの免許を持ってるとかいうのはもう親からの情報ですからうん おい目が泳いでるぞとかでもうかなり強気でいけますからもうガガガガガガッと押してなんでって言ったらいやもう気をつけろよってもうそういうのがないと思うけどもでまた翌日またよお前やっぱりちょっともう一回来いとか3日ほどかけて行ったら大体3日目にぐらいには大体落ちますはい免許取ってますとかいう形ですねよっしゃああああれしようかってでそうかわり終わった後めちゃくちゃ良くなります もうこれも一緒ですし、まあ、本当にいろんなことをもう保護者の方にいっぱい助けてもらいましたもうだからあの子どもを育てるっていうのは結局教師が育てるんじゃないんですよね結局育てるのは保護者なんです保護者がどういうふうに対応していくかっていうそれを教師と一緒にやっていくのが一番いい方法であってそこの間違いがないようにしてもらいたいで私に関しましてはもう保護者に本当に強力に感謝しております いまだに子どもたちとも仲良くこうやらせていただいているのは全部保護者のおかえかなというふうに思っています。だこんな言葉があります。100人の素晴らしい教師より1人の保護者の力の方が勝るということを、えー、よく言われます。もうまさしくもうその通りかなというふうに思います。私も、えー、渡辺先生と出会って自分が変わったとっいうのも先ほどお話しさせてもらいましたけれども一番変わったのは誰かといいますと。 私の親、えー、両親です私の両親が一番渡辺先生と出会って変わりましたもうその一つの大きな例っていうのが一つは、えー、夏のしんどい時に練習終わって帰ってきて家でふだんあんまり話しないんですけども渡辺先生の愚痴を私がポロッと言ったわけですね。 ももうあかんも練習あんなもんめちゃくちゃやわとかいう、なんかこう、渡辺先生の愚痴を私がポッとしゃべったんです。普段滅めったに怒らない親父が、もう結束を書いてですね、ダーッと来て、私の腕をバーッとつかんで、あれて、車乗れって、本当にぐわーッと、こんなちっちゃい体からどんなパワーが出るんかと思うぐらい、ずーッと引っ張り出されて、言われたことが、 退部しろ今から新しいところ行くから、ねえー、退,部し退部しに行こうと言われましたほんで「いや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 んでんでなんで?」っていう話をしたら指導者の批判をするようなやつが、ね、強くなるわけがないでましてや指導者に対して申し訳ないだからお前はすぐ退部しろでうわーっと引っ張られてもうあの軽トラの,あの高校生ですよあの脇に縛りもうへばりついてですね えもう男泣きしながら「ごめんごめんごめんそんな気で言うたん違うんや」言うてそこで初めて許してもらってその時にこれ私より親の方が必死やなと思ってあれもだから僕が競技で変わっていったのはそこが大きかったかなというのが一つそれからえ二つ目こかなおふく袋の方なんですけどもお袋はまは優しいお袋くろですえもう私を信じてくれてるお袋です で朝は今までこそ学校で練習しますけども当時は自主練習でしたから私は家の近くを走ってから学校に行っておりましたでやっぱり暑くてしんどい体がだるい時にバ、えー、ーっと回って近くの神社青年神社行ってですね30分ぐらい経ったら、えー、まず水で顔を洗い皆さんもやった経験あるでしょ、えー、顔を洗いその自分から炊けてましたシャツもちゃんと濡らし 背中にもちゃんと水をかけてちゃんと汗をかいたようなふりをしてで家帰ってきたんですで、いかにも練習したような格好でそーっと帰って家に入ってシャワーを浴びてしたらお袋がレモンをいつも絞って蜂蜜入れてでレモン水を作って食事の前にシャワーを終わったらテーブルの上にちょっと置いてあるんですね で、えー、毎回、はわれをがーっと飲んで,でご飯を食べてから学校に行ってたんですけどもいやさすがにその時はですねそのレモン水がどうしても飲めなくてもうどうしても,もう自分でも練習してないのにもうおかんは練習してるなと思ってこうポンと出されているもうそのレモン水がどうしても飲めなくてその時に飲めたのは人を騙すのは簡単やけども。 やっぱり自分は騙されへんなと思いましたもうそれで結局、えー、その時は飲まずにで、えー、なんかもう自分がめっちゃその練習しなかったこと親を騙そうとしたことがもう惨めで惨めでですね、えー、まあそんなことがあっていやーこれはこの親にはちょっとさすがにあれはできんなと思いながらあれしましたで、えー、もうちょっと時間も来ましたのであれなんですけども、えー、結局大事なことは何かって言ったらやっぱもう,もうとにかく基礎基本です もう基礎基本ができとかなあかんというので、えー、生活、それから企業、えー、再建の三原則、えー、生活三原則しつけ三原則ってよく言われるんですけどもあの企業が一回こうと落ち込んだところがガーッと上がってくるところの、えー、よく使われている言葉ですでは本とか読んでもよく出ておりますこれは時を守り場を清め えー、例を正す」というこの3つの言葉があるんですけれどもこの3つをしっかりやって,たやってさえすれば必ず人間っていうのは上がってくることができる,る,できるんじゃないかななかなか時間を守るついつい、ね、時間を守るルーズになってしまいますよね、えー、場を清める掃除を、ね、自分の周り自分の使うところを使った後掃除がほんまにちゃんとできるかな。 そういうことであったりとか例を正す挨拶がしっかりできてるかなそういうこの本当に当たり前のことなんですけどもこの当たり前のことがなかなかできないでこれがやっぱりできた時っていうのはチームっていうのは非常に力のある走るタイムじゃなしにチーム力のあるそういうチーム 部下チームがあの出来上がるんじゃないかなと思ってもう常日頃からこの生活三原則っていうのは、えー、ミーティングなりいろんなところで、まあ、お話を、えー、させていただいておりますそれから、えー、その三原則がきっちり出来だしたらいろ、えー、んな応用ができましてその想像力っていうものが、えー、すごくこう生まれてくるで、えー、想像力ができてきたら今度は考えて動くようになりますから、えー、私はよくあの 行動って、まあ、行く動く,よく行動って言われるんですけども私はよく生徒たちに行動はその次に書いてある考えてて動動くくこの行動っいいう言葉をよく使いますだから常に行動しようで行動しようでっていうのはこの考えて動くっていうことをやっぱり一番大事に考えて動けるようになったら当然自主性っていうのは当然生まれてくるんじゃないかなというふうに思っております。 でえーまあ、この考えの中にです、ね、人間って皆さんご存知かなと思いますけども、えー、1日生活するのに9000回の選択肢があるんですね何かする時に、えー、9000回の選択肢があってそのうち3000回はほぼほぼ習慣化しております朝起きたら何々とかいう習慣3000回は習慣化しております あと6,000回はちょっと考えてどうしようかなってこう悩みながらこうやってる行動っていうのが大体これで大体1日9,000回というふうに言われてます。でえじゃあこの6,000回の行動の中で当然自分たちがえ強くなるためにどうしたらいいかとかえ人を傷つけないためにはどうしたらいいかとか何々っていうふうに考えた行動をすればいいわけですよね。の回の回回数を少しでも多くいいいい方向に行ければいい 3,000回の「三千回の習慣」もそうなんですけどもこの中には「良い習慣」もありますけどもややもすれば「悪い習慣」もありますもうちっちゃい時からずっと染みついたしんどいことがあったらシュッと逃げてしまうとかそういう悪い習慣もありますでこの習慣がすごく邪魔をしてしまいますんで、えー、いい習慣はどんどん続けてもらう悪い習慣を例えば書き出して「 それを意識的に改革していくそういうふうなことがやっぱり人間をどん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 こう年ごとにこう成長していくんじゃないかなこういう指導っていうのはもう大変申し訳ないですけどもめちゃくちゃゃく時間がか,かりますもうバババンってやるのが一番早いですけどもそんな時代じゃありませんので時間をかけて1年生の時より2年生。 2年生の時より3年生っていう形でこう右肩上がりでずっと時間をかけながら根気強くやっていきたいなというふうに私は常に考えております。あの非常にまあそういうことがここは非常に大事かなというふうに思っております。でまあ当然こういろんなことをすることによって生徒が変わっていった坂田さんと出会って本当に変わっていったっていうのがこの大きな えこのえ5つじゃなないかなっていうふうに思っておりますえ失敗をとにかく恐れなくなったえいうのと非常にこうやっぱり会話してても明るくなったっていうのはありますえ自分たちの意見を持つようになりましたでえ目的意識がすごくこう明確化されるようになったりとかえ感謝の気持ちがこう表現できるようになったりとかそういうことがえ生徒の大きなこう変化じゃないかなっていうふうに私は感じておりますでやっぱりね弱い時 言葉は悪いですけども、なかなかうまくこうチームが回らないときていうのは、やっぱりここが引っかかるんですね。もう本当に、この5つさえできていれば、絶対に力、自分のパフォーマンスを出せるんですけども、やっぱりね、暗かったりとか、失敗を恐れていかなかったりとか、そういうふうなことがたくさん出てきます。ちょっとまあ今年、えー 去年、まあ、うまくいったんですけども、えー、今年、まあ、新チームになってからはちょっとここで今苦戦をしておりますでも、えー、私は子どもを信じてますんで、えー、2月より3月3月より4月5月6月7月8月9月10月11月の、えー、1 0日ですかにはやっぱりまたこのいうようなチームにして、えー、また、えー、宮古寺に戻れたらいいなと。 そして、えー、この来られてる本当にあの応援していただく皆様、それから、えー、西脇市民、えー、議員の方々に、本当にあの恩返しができればいいなというふうにあの思っております。なかなかあの思い通りにはいかないんですけども、時間をかけながら、生徒にとにかく根負けをしないように、えー、していきたいなというふうに思っております。じゃあ最後になりますけども 人を育てる時の、えー、大きな変化、えー、20代30代40代50代とてありますけども、えー、まあ人で教育すなわち、えー、教え育てるっていうのが教育だと思いますで,でも、えー、今の、えー、ゆ,とりゆとり世代っていうなんか言葉が非常に悪いように聞こえるんですけどもゆとり世代の特徴って何か言ったら頭ん中で理解したら昔以上の力を発揮します 昔以上の強烈なものをやっぱり持ってます。これはだから使い方の問題だと思うんですけどもゆとり世代にはゆとり世代を生かすような使い方っていうのはあると思うんですよね。だからそういうふうなところで、まあ、昔は教え育てるっていう形で,でその次だんだんこう教員に慣れてきてしたら今度は生徒と一緒に共に育ついう形でき、えー、ました。でももうこの年代になってきていよいよもうゴール地点が見えかけたなと思った時には。 教育育響く育てるすなわち、えー、話をしててもそうですけどもどんな時も子どもたちの心の中にやっぱり響くような、えー、ここ子どもたちが心をグラグラグラっと揺らすようなそういうふうにして育てていかないと難しいんじゃないかな。 これも一年一年ですけども私も年を取っていくとと,ともにえ子どもたちと年齢がどん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 離れていきますからえこれから先も本当に教育教育教育と3つありますけども徐々に徐々にこう下にこう近づきながらですね、離,離れた若い世代の子どもたちにもそういうふうに自分が変わっていって自分が成長していって子どもたちとともにですねまたあのー そういう夢に向かってまあ指導者っていうのは夢の請負い人ですから子どもたちの夢を請け負ってですねえ一緒に頑張っていきたいなというふうに思いますえまあ最後にお礼の言葉で本当にあの何がっていうのは僕が私はないんですけども私がたまたまやってきたことをえーまあお話しさせていただいてえ自分が感じていることをお話ししていただきましたえ 皆様の方が当然、人生経験も長いですから、お役に立たないかもしれませんけども、自分がやってきたことを話してくれって言われてましたから、聞き苦しい点もたくさんあったと思いますけども、長い時間、本当にご成長ありがとうございました、また全国に向けて一生懸命頑張ったいと思いますんで、今後ともご声援、ご協力の方よろしくお願いいたします。どううも本日ありがとうございました 先生ご講演本当にありがとうございましたあ大変熱に入った講演で心にあの迫るものがありましたあの時間が迫ってはいるんですがせっかくのご機会ですので会場の皆様から足立先生の講演を聞かれて質問がありましたら挙手を願えたら嬉しいですあのその際にはあの担当の者がマイクを持っていきますのでお名前をおっしゃっていただいて質問をお願いしますはいどうぞ。 ません。あの村田と申します。ちょっと、それを言わんとってください。<laughs> あの先生の話を聞きに行くときに、えー、ある人から2つどうしても聞いてほしいということがあるいうことで、えー、き。 でそれでの質問なんですでまあ2ついたら時間もありませんので先生の答えやすい方で結構です1つ目の方が皆さんここにいらっしゃる方はあ興味があるんじゃないかなと思います私は2つ目の方が聞きたい、えー、1つ目はあの箱根駅伝今ごっつい注目されてますけど先生も活躍された箱根駅伝これの山登り下りこれの対策これは先生がもし選手とするとどんな対策あともう1つは当然、えー、先生として 日体大の監督目指している日体大の監督としてどういうふうなことを考えられているかで、えー、2つ目の質問これは先生あ,あの,あ <laughs> あの国体高校3年生の国体に出られたあの私ちょっとご知らなかったんですそれで当時あの同級生にも1500の強いやつ5000も走れるやつがおりました村上君という。 強い選手がおりましたで下に中西君というこれも短い距離が強い5000も強い人がおりましたそこでどういうふうに頑張って勝たれたのか対策これをお聞きできたらどちらかで結構ですよろししくお願いします山登り、山下り対策、えー、走ったことないから知りません。はい <laughs> <laughs> えでもあの今、聞くところによると徹底的にえ山に入って合宿してるみたいですねやっぱりもう山登り専用、えー、山下り専用を作るためにえ平地の合宿以外のところ例えば富士山のところのに上がってやってる大学もありますしえ長野県の上の方のところにやっぱ上がってるそういう学校もあるそうです。 え私は、そんな対策したことありませんから。えただ、山登って、ええ、今、思想で一回走ったことあります。え一時間十九分ぐらいで、あの、一、登ったことあるんですけども。え走りながら、思ったことは。絶対に、ここは走らないと決めました。いや、本当に、これ一体いつまで登るんねやと思うぐらい、十六キロ登るんですよ。ずーっと、延々。一番強烈なのが。足の湯のところに。頂上を目指して。下。 でまた登るんですよ、ね、もうあの頂上という時ああここであと下りばっけやとポッと前見たらまた前にこう山が見えるわけですよもうあれ見た時にもう本当に泣いますよね心が泣います、えー、そんなのがありました、えー、今度下りはですね、えー、ほっとってもビヤーって下っていきます、えー、ただしもう自分の、えー、持ってる以上のもので走ってしまいますから、えー、思想が終わった後が大変ですね で足の皮がめくれるっていうのはこの当たり前のことなんですけども,もうトイレにも行けないですもうとにかく筋肉痛がひどくて、えー、もうトイレにも行けないその時に思いました絶対にここは走らない、はい、もうとにかくそれが一番の印象ですね、えー、それから何でしたっけ あ国体ですか国体のあれはでですねここの場であんま言わない方がいいと思うんですけどね、えー、走る前にですね予選が、夏のくそ暑いときに予選5000メーターを予選決勝するんですね。で、えー、決勝にまあ18人残るんですけども、えー、10人ぐらいが西足工業の生徒で、えー、6人ぐらいが宝徳学園、であと2人が違う学会だと思いますけど、えー、が決勝残りました。でその中で、えー 報道学園の北垣という選手、それから渡瀬という選手と、私と、インターハイの実績からで、この3人の中で、じゃあ、トップを優勝した子がえ国体に選ぶよって,言って言われたんですね。で、ああ、そうかって、ああ、でも俺、チャンスあるんやなって思いました。で、他の西大工業の9人は、なんかもうスタート前に言われたからチャンスないわけですよね。でもやっぱり仲間意識ってすごいもんですよね。よし 形を生かせよ。で、どんなレース展開するって言われたから、3000過ぎたら俺一気に行くわ。もう3000まではもう後ろで待機しとっからね。なら、まあ宝徳の連中が二人いまして、で、3000が近づいたらですね、西射工業の黒いユニオンがみんな動き出すんですよ。タタ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 、宝徳の二人をですね、もう前二人ブロックし、横ブロックし、タタタタタ、もう 9人全部でビシャーッとブロックして形が出来上がったなと思った瞬間にいきますってシャーッとビワーッとロングスパートをかけてえだいぶ出てこなかったですね出ようとしたらビッ出ようと今やったら多分絶対あの失格になると思いますはいあの私は失格にならないですけどねあ西谷の子は失格になったと思いますけどももうそれぐらい出よったらもう,こう,もうそれでえうまいこと 後ろ見ながら、えー、勝たせていただきましたあ。テクニックとしては非常にあのいやらしい西脇のためには何でもやります。はい、そんなことがありましたですね。それから何、えー、ですか？日体大でしたっけ？日体大の監督が何とかと言われてますけども、えー、私はそういう器ではありませんので、えー、違う大学の監督を目指そうかなっていうのはこれは冗談ですけども、もう今年ももう毎年箱根駅で見に行ってますけども、えー、1区から10区まで。 もう毎年、えー、正月の2日、3日は、えー、車でずーっとかけてますけども,もうあのスピード駅伝を見てたら僕、こんな、えー、ところで指導、容しないな、怖いですこどん、どんなスピードで一体練習せなあかんのかなと思うぐらい、えー、レベルは上がっております、もうだからそれはすごくもう毎年見てて痛感いたします、恐ろしいぐらいのレベルです。 あの80になって渡辺耕史先生が今、行かれてますけども、すごいなって、もうただただも、うもう僕には絶対真似できないですね、のこの指導と一緒で、渡辺先生の指導を参考にはしてもらいますけども、渡辺先生の真似はとてもじゃないけどできます、日体大の監督もとてもじゃないけど、真似はできないというふうにえ感じております。以上ですありがとうございました まだまだ質問はあろうかと思いますがあの時間が過ぎていますのでご容赦願いたいというふうに思いますあの足立先生には本当にあの大変お忙しい中貴重なこう言ったら時間を割いてここへお運びいただきあの子どもたちをどう教わっていくのかまた私たちがどう生きていくのか大変こう素晴らしいあの資産に富んだお話を聞かせていただいたというふうに思います本当にありがとうございました。あのここで足立先生にあの感謝の気持ちを込めましてあの 花束を贈呈をしたいと思います <laughs> <laughs> どうもありがとうございました <laughs> あの今一度大きな拍手で これを申し上げたいと思います。ありがとうございました。それでは、あの。以上で、本日予定をしていましたプログラムは終了いたしました。皆様。あのご清聴本当にありがとうございました。ここで閉会にあたり、市議会副議長の浅田がご挨拶を申し上げます。 失礼いたします。足立監督、今日は本当にお忙しい中、私たちの議場開放にお越しいただきましてありがとうございました。あの渡辺監督のご指導がの熱い思いがあの伝わってまいりました。ありがとうございます。今後ますますご,ご活躍をあの記念いたしております。皆様方には私たちの議場開放にお越しいただきまして本当にありがとうございます。先ほどあのパワーポイ,ポイントで見ていただきましたように市議会も、えー、議会大よりを発行したり。 皆様のところへ議場会あの議会と話す会にお伺いしたりと活動を続けておりますあの議員一同また切磋琢磨して皆様と身近な議会になるように頑張ってまいりますのでまたご意見賜りたいと思います本日はたくさんの方お越しいただきまして誠にありがとうございましたこれにて閉会とさせていただきます どうもありがとうございました。お帰りはぜひ気をつけてお帰りください。ありがとうございました。